幸斎藤は日本の映像ディレクター、千葉県成田市出身、スターダストプロモーション関連のスターダストディレクターズ所属。高校卒業後アメリカに渡り、コロンビアカレッジハリウッド卒業。初監督作品、トライアンギュレーションポイント、ショートフィルムフェスティバル2004にて、観客賞、審査員奨励賞を W 受賞、世界6カ国12の映画祭で上映。卒業後は、文化庁在外研修員として、ノーマン・パウエルに師事。2006年、帰国。短編映画、胸にタトゥーなんか入れて、特別制作作品として、ネスレシアターにて、あの時のフレーバーを発表。高音、花粉デビルをやっつけろ。のメガボルトでは YouTube で200万 PV を達成した。2012年には、被災地のペットたちの救援活動を、ドキュメント、インスタントペットハウス2014年、サンシャイン水族館、ペンギンナビほか、ディッシュ。が初主演ドラマ、バトルディッシュ、私立恵比寿中学が初主演ドラマ、広角不動戦記、ロボさん、さらに、ミラノ万博での上映が決まった、しゃぶしゃぶスピリットなどを手掛ける。2016年秋には、商業長編デビュー作として、川端康成原作、ことを現代版にアレンジし、松雪泰子を主演に迎え、橋本愛、成海莉子、伊原剛、奥田瑛二など実力派俳優が出演し、原作の未来を描く映画、ことで商業長編デビューを果たし、文部科学省特別選定映画に選出される。2018年、おっさんずラブ第6話放送後、ツイッターの世界トレンド1位となる大反響を呼んだ。ありがとうございます。